もう 100%、はい、お盆も休まず完璧な授業を教えてギータ先生。しかし今日はファンからのある質問にタジタジ。マジでこの手の質問が一番苦手スーパー苦手。今回もうちょっと苦戦してました。あれ珍しい、ね、気になりますよね。それでいきましょうかせーの、教えてギータ先生。キッズたちが一生忘れない夏休みの思い出を、その一心でお盆も休むことなくバットを振り続けるギータ先生。そんなギータ先生への今日最初の質問は、お勉強で悩んでいるこちらの女の子。下新月花です。算数、どうやったら算数は得意になりますか。うん、おこれちょっと先生っぽい質問きた。マジでこの手の質問が一番苦手先生は算数は得意か不得意かというと、スーパー苦手。スーパー苦手。先生は一応でもね、まあ、商業高校であり経済大学でありと、はいはい、ちょっとなんかこの数字が絡みそうな感じありますけども、はい、サインコサインみたいな、はい、あれで終わりましたあれで終わりました、はい、それでちょっともうついていけなくなって、はい、ついていけなくなりました。月花ちゃん安心してください、あのギータ先生でさえ算数にはお手上げだったみたいですよ。レンタカーあればなんとかなるんですよね月花ちゃんはきっと、はい、まあ、苦手なことを克服したいと思うんですよね。そっち系でもらえればいいかなと思ってます。やっぱ経験なんで、まあ、失敗してどんどん成長していくんで、はい、まずは失敗して成長していってほしいです、うん、なるほどね。いやもう毎日宿題頑張ってください。月花ちゃんと苦手なことを分かち合ったギータ先生、続いての質問はこちらの兄弟。どうやったらギータに会いますか。いや僕なんか会わん方がいい。いやそんで、いや会いたい、いや会いたい、もっとちゃんと、はい、もっといい人と会った方がいいいやいやそんなこと言わずに、会いたいファンになんとかヒントだけでもお願いします。ギータ先生、やっぱり多分そういう街中のスポットですよね。例えばどんなお店に行けばギータ先生に会えるのかなとか、確率、スタバにも行けば会えるかもしれない、はい、そうっすね、はい、おお。スタバ行ったらどっかのスタバで会える可能性何パーぐらいありそうですか。 0.2% 低いねコンビニは、コンビニ、あーコンビニはセブンですね。僕はセブン、セブン派、基本セブンです。セブンで会える確率 1.3% 低い低いな、はい、ちょっとなんか 30% ぐらいの方が欲しいですけどね。 30% かないな、ない、 30% ないっすね。ここでギータ先生からある提案が。シュン君がプロ野球選手ならいいんですね。11年後に、はい、したらちょっと、はい、見に来ます。あ、それ誰かに、はい、誰かにパス出してもらう見に来ます。で、あ、シュン君や、あ、じゃあもう、はい、もし野球をねやってればきっと、はい、そうっす。あ、嬉しいですねこの言葉。それで行きましょう。ありがとうございます。だとしたら確率がもう100%、はい、100%、 100%です。シュン君がプロ野球選手になれば100%、はい、